はい、どうも皆さん、こんにちは。千代田光です。名前とかも覚えて帰ってください。ということで、今回ですね、実は僕、サブアゴを作ってまして、はい、スマホが変わったじゃないですか。なんで、旧スマホの方に、新しいアカウントを作ろうかなと思ってね、数日前から僕実は作ってたんですよ。で、今回ですよ、まさかの、超ビッグお得アルティメットガチャが来たじゃないですか。これ。いやね、引くしかないかなと思ったんですよ。やっぱり、サポートを育てたいですし、今こんな感じなんですよ。特に僕、リセマラとかしてないんで、当たったキャラでまあ、わちゃわちゃ遊んでるんですよね、僕今のところ。で、まあ、やっぱり、こう、初心者の方々、まあ僕も今この初心者アカウントなんで、これはね、絶対ね、引いた方がいいんですよ、マジで。サポートの重要性たるや否や、本当に尋常じゃないんで、そこを、こんなお得に育ててくれるガチャは他にはございません。行きましょう。250連分回しでいいと思いますよ。本当に。これに関しては。じゃあ行きましょう。まあ特に狙ってるキャラとかはいないですね。スキップできないです。なぜなら、みんなが初めてだから。これお付き合いください。第1号、スモーガーですね。いいですね。はい、ごめんなさいね。テンポ悪いですね。申し訳ないです。仕方がない。誰？ルフィか。いいですね。まあ何が来てもいいんですけどね、本当に。カヤだけはいらないですけど、カヤだけは本当にダメなんで。何？おー、ゾロか。いいですね。僕、このゾロ僕めちゃめちゃ好きですよ。結構使うの僕、自信あるんですけど、ビッグマム環境の時はゾロ使ってました。マジで。まだ YouTube をやってない時ですね。まだ黒ひげとかがうやうやいる時やったんで、黒ひげにめっぽう強いんで、この2年後ゾロは。マジで。倒せないですけど、守りきれるんで、本当に。バラティエステージとか。よくね、竜巻、国上大竜巻やって、守り散らかしました。ごめんなさいね、本当にテンポが悪くって。でもこうやって、ゾーン系のチョッパーを渡るってのは本当に魅力的ですし、ここ最近の工場キャラ、ガチャって、2年後シリーズが、提供割合外だったりすることあったじゃないですか。なんかピックアップの時とかって。で、今回はそれが含まれてるんで、2年後系で持ってない方はね、これ絶対引いた方がいいっすね、本当に。いやー、てかなんならこっちで3時引いて、こっちでキャラ1取ったろかなって思っちゃいますよね。本若じゃなくて。で、まあ今はですね、キャラ愛万博、まあ僕がもともと、僕の本若の方で所属している方でね、お世話になってるんですよ、このサーバーも、とりあえずは。ただまあいつかね、ちょっと立ち上げようと思ってるんですよ、自分の同盟を。まあ、サバーカの方だけですけどね。本アカはまあキャラエ万博に在住という形になるんですけども、やろうかなと思ってるんで。あ、ウソップや。このウソップね、僕割と使ったんですよね。初期の頃は。意外とみんなあれに引っかかってくれるんで。そうそう、こういうね、サポートが優秀なキャラね、美味しいですね。オッケー、エネルね。でも嬉しい。なんかこう、スキップされへんってことは新キャラが来てるんだなっていうところで。コラソンね、オッケーオッケーオッケー。でもほんと渋いのが、コラソンまでっていうのが、ちょっと意地悪すぎません？せめてなんか、誰だろう。プリンちゃんぐらいまで出してくれてもいいんじゃないかなと思うんですけどね。だってもう、ほぼ2年前ですからね。コラソンとか。ローとか。ちょっと渋いっすよね。ひなちゃん、優秀な海軍サポートのひなちゃんですね。さてさて、来た来たな、直撃の赤サンジ。こっちでも使ってやろう。誰これ？あ、エースか。これは優秀。これは初期で当たるの強いですね、マジで。エースと、核と、誰だろう。あとはまあ、赤狼とか、本当に、初期でこれ当たったら強いですね。いやー、なんかいいな、なんか、コーラにならずに、弾けるから。弾きがいがあっていい。ただ、本赤の方では、僕、コーラで、メインで弾こうかなって迷ってるんですよね、ぶっちゃけ。なんか、こんなにお得にコーラゲットできることってないんで、いや、これでね、ワンチャンなんか誰か100レベルになってほしいな。あー、よかった、来た。これまあ、とりあえず全種類当たりますね。カヤはいらないですけど、ビビあたりかな。
あ、レイジか。僕、レイジ使ったことないんですよね。いい機械使ってみようかな。うん、で、なんかこう、今後ね、まあ、そのサブアカ立ち上げた理由としましては、まあ、自分の同盟を立ち上げて、なんかわちゃわちゃ楽しみたいなっていうところであったり、あとはまあ、こう、新規参入の方って結構多いと思うんですよ。この周年イベントことで。なんで、まあ、最初初心者の方々、どういうふうに、やればいいですよっていうか、まあ、おすすめっていうか、まあ、リーグの立ち回りっていうか、僕もその今、B プラスなんですけれども、結構もう、環境キャラでうようよしてるんですよ。本当にロジャーとか、レイリーとか、あとは白ひげですね、特に。やっぱそのロジャーガチャでピックアップされてるキャラがみんなね、使ってやってるんで、じゃあそういう人たちに対して、同じ環境キャラを使わないと勝てないのかって言われたら全然そんなことはなくって、本当にもう立ち回り次第、いかにマップを見て把握するかっていうところで勝敗が決まってくるんですよ。で、そこを、なんかこう、皆さんにお伝えできたらなっていうふうに思ってるんですよね。まあそういうキャラさは立ち回りでカバーする。まあそれがじゃあ、SS に来たら、ね、通用するんかって言われたら難しいところではあるんですけれどもね。上位帯とかなってくると。オッケーオッケー。テンポ良くなってきた。クロコダイルとか、100なりそうやな、マジで。すでに持ってるし。誰だ、これ。ワポルか。使ったことないな。オッケーオッケー。ですよね。これで80やな。よしよしよし。気持ちいいわ。おー、早っ。もう俺はもしかしたら早くにコーラを手に入れることになるのかもしれない。ちょっと待って、まだ21回もある。テンポが悪すぎて。でも嬉しいことにカヤが来てないですね。もう来なくていいです、本当に。オッケーオッケー、いいいいよいいよ。誰だ、あとまだ持ってなかったかって。2年後3時とか持ってない、まだ来てへんな。そういえばルフィ太郎は強いなぁ。今ね、やっぱゼファーめちゃくちゃいるんで、ワンチャンね。ほんとワンチャンですけど。あ、チョッパー。これは美味しい。いや、チョッパーばっか当たってほしいな、なんなら。やっぱゾーン系ってほんとに優秀なんで。アーロンね、オッケーオッケーオッケー。シャークオンダーツ。あ、とうとう来るのかな。あ、ナイトメアか。そうか、お前もピックアップか。これはめちゃくちゃ使ってましたね、ビッグアム環境の時に。これと2年後ゾロをめちゃくちゃ使用してた。オッケー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 。いや、2年後サンジが来てないな。あと20回もある。あの、長いんですけど。まあ、喉乾いてきてました。ずっと喋ってるんで。アーロン。ローぐらい来てほしいな。あー、アプーね。オッケーオッケー。アプーは最悪の世代要因ですね。ワローいけるかな ?B プラスで。あ、おなみおんのか。続けておなみと。あ、これルフィ100なるな、多分。よし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 。いや、美味しすぎるわ、マジで。よし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 。直撃。いや、これね、初心者の方にとってめちゃくちゃ美味しいですよ。これ自分が始めた時に来てくれたら、めっちゃ嬉しかったですね。いや、本当にこれは引くべきですね。まあ、これから超フェスが控えてるとはいえ、まあ、例えばですよ。まあ、ダイヤが1000個ぐらいある方でしたら、まあ、ワンチャン、超フェス当てれるかもしんないですけど、もうそれ以下だったら、多分基本的にもう、ね、当たらないんで、超フェスって。やっぱ確定で本当に2000個ぐらい行くわけじゃないですか。で、1000もないと、それで素引きするっていうのはね、なかなか過酷なんで、こっちにダイヤを費やすのが僕は正解だと思います。本当に。よし。それぐらいね、サポートって優秀なんです。重要なんですよ。本当に。まあ、一番大事なのは、ね、まあ、その、プレイヤースキル ?PS になってくるんですけども、
まあ、その次に大事なのがやっぱりサポート、まあ、ないし、まあ、バトルキャラも大事ですけど、でもやっぱりね、いかにこう育ってるかっていうのが肝になってくるんでね。よし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 、気持ちいいなぁ。こんなにね、続けて80とかなることないんでね、普通のガチじゃ。これ残念ながら20分超えそうですね。いや超えへんか、さすがにこっからテンポいいか。よし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 。いやね、ルフィ、あのルッチとか、あと各もゾーン系の持ち主なんで、この人たちもこのね、育てられるっていうのはめちゃくちゃ大きいことなんで、やばいやばい、いいねいいね、ナイステンポ。あ、気持ちいい。よしよしよし。僕今ね、空島ゾロとキャベンジッシュをメインに使ってるんで、これでガラッと変えられますね。よし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 。いいね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 。気持ちいい。やばいな、止まらんぜ。じゃあ、あと17回。行きましょうか。で、なんか今、噂ではね、歌が来るみたいなことになってますけれども。まあ、多分サブアカで僕は弾くことはないんで、ここでダイヤ使っちゃったんでね。あー、とうとう来たか。多分最後の一人でしょうね。よかった。僕が一番来てほしくないと思ってた人がね、最後になったんで。あの、何にもならないですかね、カヤって。本当に。おぉ。すもやん。オッケーオッケー。いや、嬉しいなぁ、これは。やっぱり最初って、中途半端に、キャラが当たって、でどれもこう80にならなくって60レベルで運用するみたいなことがあるじゃないですか。なんでこれを引いてね、やっぱ何体かでも80レベルに持ってきといたらね、バトルキャラでも十分戦えるんでね、ほんといいガチャですよ。だからまあ250年しなくてもいいですけどね、ぶっちゃけ気の済むところまで引くでもいいと思いますし。あ、まだ波が来てなかったか。オッケーオッケー。チラチラ3時来てるの。あ、そっか、2年後3時が来てないわ、そういえば。逆にすごい確率やな。おー、ブルック。あ、これで3時も80レベルやな、きっと。いや、さっきなったわ。そうやそうやそうや。いや、忙しいな。そっか、確かにもう別にマックスまで引くことはないのか。でもマックスまで引いた時にどういう結果になるのかっていうのは皆さん見たいですよね。なんで引けますわ。スキップしたろかな。オーケー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 。ちょっとあんまり長くなるのもあれなんで、ちょっとスキップ対応しながら。あ、これはまだ出てないキャラですね、じゃあ。スネークマン、そっか、君もいるのか。僕の真の相棒なんでね、スネークマンは。よいしょ、オッケーオッケー。お、2匹は、スネークマン。スキップ。オーケーオッケーオッケーオッケー。お、一番乗りか。ミスオールサンデーが一番乗りでした。なるほど。おわ、これは大きいよ。こんなこと絶対にありえないですからね、初心者で。本当に。今、普通じゃありえないことが起こってるんで。だってまだ僕、プレイヤーランク8ですからね。てか、そうだ。盲点だったんですけど、僕まだあの、サポート枠、あの、4人しか入れれないんですよ。プレイヤーランク8なんで。だからこんな、ここでいくら、あの、サポートキャラを充実させようが埋めれないです。ミスった。もっとちゃんとリーグ潜らないと。やっぱ本赤のね、撮影とかいろいろあって、こっちがちょっとおろそかになってたんで。いや、エース100レベルやん。
いや、すごい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 。普通じゃありえない、マジで。よし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 。こっからじゃあ、スキップスキップで。おぉ、かく。よいしょー！オッケーオッケー。おぉすごい早い段階で100になりましたね。やっぱりこう、通ずるものがあるんでしょうね。ちょっと、スクショ取っておきましょうか。オッケー。ね、もう二度と出会えないこの100レベルの瞬間なんでね。2年後サンジはどうした？俺のイフリードジャンプサンジ。一体も来てないやん。さあもう、だいたい16分ぐらいですね。こんなに長くないよ、普通。ガチャ動画って。あ！来ましたね、噂をしているわ。オッケーオッケーオッケー。こっちのアカウントでキャラライン1位取ったのかな。8レベル、オッケー。おー、ゾロも100。よいしょ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 。いや、本当にね、ありえないんですね。本当に。何回も言うんですけど。プレイヤーランク8で100レベルを持つなんてことは。これは運営さん、ナイスガチャですね。本当に。まあ、コーラ欲しい人はね、コーラにできるし、サポート充実させたい人はね、サポート充実させることができますし、まあ、多分聞くと、その新規参入者が多いんで、その人たちのためにやってるんじゃないかなって思ったり、思わなかったり。まあ、もしかしたらこれから来る新キャラのためにガチャを引かせるっていう、その、悪どい考えなのかもしれないですけど、そうだとしても、これは引くべき。もう騙されたと思って引くべき。ほんまにこれ引くべきか？いや、引くべきやな。行こう行こう。いや、2年後3時全然来へんな。こんなに一気にね、こうレベル上がると何から使ってんやろって迷いますね、本当に。まあ、3時使うんですけど。使うんかい。3時をこっちも使うんかい。あ、もう3時が、早くにも、コーラに変わっちまいました。オッケー、キャベンディッシュ。キャベンディッシュは僕推しなんでね。実は。声優が好きなんですよ。今名前出てきませんけど。吉継ぐに次ぐ好きな声優さんですね。え？なんか来た。ちょっと待って。ここで、戻ってまいりました。たまに来るんですよね、よくわかんない人が。なんでちょっとスルーさせてもらいましたけども、いや、すごすごい、どんどんコーラになっていく。あと30連、あんなに長かった残り回数が。オッケー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 。ゾーン系もうちょっと座ってほしかったですね。30めっちゃ出るやん。オッケー。これスネークも上がるな。あと1体か。オッケーオッケー。これラスト。じゃあ行きましょう。よいしょと。すごいわ。これはすごい。ありえないよ、こんなことは。いやー。素晴らしいなこのガチャは。オッケー、じゃあ今回のこのガチャで、いや、すごいな、これは。こんなこと、超充実した。まあ、下はあれですけど、もう上からね、こんな感じで100レベル、だって1,2,3,4,5,6,7,89、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19。19体か。19体、100になりました。今回のガチャで。少なくね？こんだけ引いて1体なの？
なんなら使いたかったんやけどな。マジか。いっか。来てくれたしね。はい。ということでね、まあ、今回、250連やってみました。はい。まあ、改めて言いますけど、本当に引くべきガチャです。これは。これは、本当に、ダイヤを惜しむガチャではないです。絶対に、初心者の方は引いた方がいいと思います。はい。ということでね、今回はね、ここら辺で終わりたいと思います。お相手は、千代田光輝でした。それでは皆さん、さよなら。